1422ラジオ日本、立川志らののサブカル天国、落語家立川志らのがお送りしております。ゲストは立川獅子丸くんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これね、メールもちょっとね、はい、来てるんですけれどもね、ネゲレーションさんからいただいてます、うん、9月29、30、10月1日、3日間、行われる3夜連続独演会、40歳隔月の志らのを見に行く予定です、はい、ありがとうございますね。獅子丸くんは、このうちの2日間どこに行くんでしたっけ？初日ですね。いや違います。30日と1日あなたはどちらに行くんでしたっけ？今武道館にいます。その前の日に、うん、アイさんのところにお邪魔して、まあ、そうですけれども残りの2日間はどちらに行くんでしたっけ？武道館にいます。 何しに武道館に行くんでしたっけ？何ですかね、モーニング娘さんを応援しようと。違うんですよ、行かないとしょうがないじゃないですか。知らねえよ。ちょっと続きありますんでね、はい、今回キュートがテーマということで初めての観覧を決意したのですが、この公演はどういった感じのものなんでしょうかというメールが来てますけれども、はい、私が新作落語の会を、まあ、去年から立ち上げて、いろいろテーマを設けてね、はい、やってる。最初は、まあ、映画「シナノド・ベルジラック」、うん、私の名前の由来になった映画を取り上げたり、あとは安倍工房の「砂の女」文学作品を取り上げたり、その後はアニメ、映画ということで「ダンボ」を取り上げて、はい、これ相撲の話になりましたけど、うん、でゲームで「ドラゴンクエスト2」とかもういろんなことやってきたんです。それを落語にするっていう、はい、古典落語にするっていうね、その元のテーマを知らなくても、ドラッケー知らなくても、ああそういう話があるんだっていう、落語好きな人からすると、これなんていう古典の落語なんですかっていう聞かれる、はい、ような落語を作りたいっていう一心でやってる、40歳隔月の志らのって会があるんですけれども、人物伝っていうのやったことないなと思って、はい、で過去の偉人をエピソードをまとめてね、落語で言うところの地話風に、うん、やっていくっていうエピソードを紹介、連続で紹介していくみたいな、長嶋茂雄さんだったらね、はい、魚辺にブルーって書くって、サバのね、読み方を、魚辺にブルーって言うんですかみたいな、こんなことをやったりとか、そのエピソードで、その人をどういう人かって表現していくっていう手法ってあるんですけれども、うん、そうじゃなくてね、ちゃんと一つの話として、何か人物伝作りたいなっていうような思いがあったんですよ。はい、で、じゃあ誰を選ぶんだと。うん、歴史上の人物とか、そういったその偉人から選ぶのかと、はい、やめて現役のアイドルでキュートっていうわけのわからない。いやいや、でも楽しみですよね、これね。まだ何にもできません。しかもだって想像するに完全にもう、主人公出てくる人全部女性なのかなっていうのもあるし、そうですよね。いろいろとそこら辺の塩梅はね、アイディアはいっぱい出てるんですけどね、うん、まあ、そのまとまったまとめて削ってっていう作業ですからね、うん、そうですそうです。だからやっぱり今までは何か作品というかストーリーがあって落語にしてたんだけど、うん、今回の場合はないんだよね、うん、人生っていうストーリーはあるけど、だからなんだろう、一つ一発もう小説みたいな急騰のなんか泣ける話みたいな話を一本先に作って、あらすじ骨格を、はい、そっから崩していくっていう作業を今取り掛かって、まあ、いろんな資料、私が持ってない資料を今獅子丸くんから借りてるっていう、貸してますね、いくつかね。DVD マガジンとかね。DVD マガジンとか全部持ってないからさ。お前こんなの買ってんだっつって。僕は全部持ってるわけじゃないですよ。いろいろ最近のね、武道館までの道のりのやつとかですよね。まあでも全部は、まあ、無理だし、やっぱり主人公5人っていうのを落語で表現するにはかなり難しいので、誰かが主役になるのか分かんないですけどもね、はい、人情話になるのか滑稽話になるのか、下手すると前後編で一席二席で分かれるような雰囲気も今あるなっていう、ちょっと長くしないと語りきれないなっていう、はい、でやっぱりショックの一件が入ってくるのかとか、はい、解散の危機みたいな、はい、鈴木愛理ワントップになって、あとの4人がね、その後ろでバックダンサーになっちゃって、はい、で、またそこから体勢が戻ってとか、そういったごちゃごちゃっとしたところとか、まあ、でも私は出会ったところをやっぱりメインに描こうかなと思ってます。うん、だから、まあ、急騰って言って、まあ、詳しい人からすると、ああ、ここのことはあれを言ってんだな、ニヤッと笑う。はい、そうじゃない人は別に、ああ、こういう話があるんだって分かるように、急騰のこと何一つ、ゼロの状態でも分かる話にしたいっていう思いがありますので、だね、本当にね、これね、めんどくさいことやってんですよ。キュートのことを知ってるっていうところで、はい、キュートのネタを落語に織り込んでやるみたいな話だったら、これはね、もう、まあ、もう、ね、まあ、想像がつくんですよ、はい。ガンガンつくんですよ。そうじゃないんですよ。キュートを知らない人に、キュートを題材の落語で納得させようっていう、本当にね、本当、これね、春風亭吉光にね、愛さんは本当にめんどくさいことやってますねっていう、ものすごい、どんだけ苦行を選べば済むんですかっていう。これまた語りですからね。
歌とダンスとかじゃないですか。そうですよ。それもどう入れてくるんだってな。そうだよね。ダンスか。なんかあってもいいね。踊ってみたとかで、岡市さんと一緒がちょっとね、世間にバーンと出てった、うん。で、自分の自信も取り戻したって話をここでもしてくれたし。うん、だからそんな話で、踊り、あ、そうだね。踊りって何だなっていう。そうですね、うん。あとね、うん、人間じゃないっていう、はい、誰かを動物とか、誰かを幽霊とか、人間じゃないものにしようって、は思ってます。ああ、なるほど。うん、擬人化じゃないけど。うん。うん、なんかそういうことによって人間5人だと聞いてる方が耐えられないんですよ。ごっちゃになるんですよ。誰が誰か分かんない。だからそういう風にしようかなとかね、うん、思ってますんで、ぜひこれは楽しみに、私が死ぬ思いで3日間連続だから、そのお客さんの意見とかもっとこうしたらどうだ、取り入れて、そう、3日間で作り上げていこうと、ブラッシュアップしていこうということですね。とにかく一席の落語を3日間で、作っていこう。だから初日はちょっとグズグズになる可能性はありますけれども、お客さんの意見とかアフタートークで俊吾と話したり、まあ獅子丸くんにも来てもらうんで、初日は、兄さん、あのエピソードどうして入れないんですかとか、萩原舞のそのエレベーターの一件入れなくてどうするんですかみたいなこと言われたら、じゃあ入れるしかしょうがないねって2日目で急に入れたりしますからね、はい、うん、あ、入れられるね、今それ、井戸とかでさ、やってこう、どうなってそう、なんかできそうだね、あ、そのくだりは入れよう、なんかギャグでそれ入れられるな、うん、そうなんですよ。だからね、うん、このエピソード入れてほしいとかね、メールとかでもらえればね、うん、入る可能性、もう十二分にありますから、人の意見を、だから私はあの、落語界のサムラコーチですから、人の意見を取り入れて、あの、ものを作っていくタイプの人間ですから、ということでございましてね。たくさん、まあちょっと全然話しきれなかったね。私が一人で喋ってたね。いやいやいや。じゃあちょっとキュートの話したから、キュートの曲を聴こうかね、はい。私はやっぱりこの曲はどっちだろう。今私が2つ、今キスミ愛してるに行こうと思ったんだけど、はい、今やっぱり私可愛い曲好きなんですよ、はい。だからあの桃色スパークリングが今すごくパッて出てきたんですけど、夏の曲ですね今日。そうだね、あ、そうだね。夏を忘れない、忘れないって感じで。じゃあ曲を1曲聴いてください。キュートで桃色スパークリング。1422ラジオ日本、立川志らののサブカル天国、エンディングの時間でございます。獅子丸くん、最後までありがとうございました。ごめんね、なんか呼んどいて。いえいえ、なんかあなたの話何一つ。まあ僕の話というかね、まあどっちかというとコミケの本の総括みたいな。そうだったね。あなたでもこの番組に出てなんか変わった、なんか言われることがある、はい、ハロのファンの方から。まあ、そんなことはないですよね。でもさ、私がこの番組始めて、まあ、ベリーズ工房だとかキュートお仕事させてもらって、であなたはもともとモーニングだったじゃないですか、はい、でベリーとかも知らなかった、はい、でも私がこういうことを言い出すとそっちも悔しくなって、ベリーとか見始めたじゃないですか。ありましたね。で私も悔しくなって、あなたからモーニングのことを教わったりしたじゃないですか、はい、で融合してえらい目に遭ってるじゃないですか今。お互い精一杯になって、精一杯になってるじゃないですか。うん、私いきなり研修生の話とかし始めてますから、これは多分あの相乗効果で、まあ、相乗効果っていうのはいい面で使うので、はい、言葉として使い方が合ってるかどうか分かりませんけど。いやでもね、僕なんかこのアニさんとこう話すようになって、うん、このサブカル天国ですけど、ね、うん、僕なんかロッキーのイメージがすごい強いんですよね、アニさんと一番最初に行ったのが亀井絵里さんの、うん、そうだね。でここで3週、うん、2週の予定が話しすぎて3週になったのが田中玲奈さんの卒業の時で、今今日ここでやって、もうすぐ道重さん卒業ですからね、それで終わりですから。そうだよね、ロッキーと共に終わるなと思って。最初に横浜アリーナね、うん、卒業コンサートでね、前方アリーナに出てきたのがスマイレージでね、うん、お前がスマイレージ、え、これ曲知らないですけど、なんで知らねえんだよ。そういきなり開演前に小言って言って3曲聞いて俺満足して、うん、帰っていいなって言ったから。もう帰るんですか。あの時はもう完全にスマイレージもう一色でしたから、私の頭の中は。そうでしたもんね、あの頃から穏やかでしたけどね。あれ、あ、そうか。何がいいじゃないですか。あれってなんですか。そうでした、そうでした。別にいいじゃないですか。あ、ということで今のディレクターからの、もうこの時間でその、はい、それだけ盛り上がるとポッドキャストじゃないと収まらないから早く閉めてくれと。ちょっとね、ちょっとお叱りをいただきましたので閉めたいと思います。はい、本日の感想まだ間に合います。送ってください。メールの方はしらのアットマーク jorf.co.jp です。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本、立川しらののサブカル天国、各はりまるで送ってください。私予定はですね15日、では有明で行われます生卵ショーの15時
からの会にいます。それから16日は独演会をやります。古典落語の独演会開講一番は、この間もラジオ出てくれました星川さんが落語一席やってくれます。16日は私お江戸日本橋邸というところで、独演会、落語の独演会を開きますので、一つよろしくお願いいたします。詳しくはツイッターブログを見てください。ということで、島原くん最後までありがとうございました。ありがとうございました。もう少し時間があるようでしたら、じゃあポッドキャスト少し撮って帰りますか。あ、そうですね、お願いいたします。ということで、この時間の相手は私立川しらのと立川しまるでした。それではまた来週お目にかかりましょう。仏像一同、やめてくださいよ皆さんは。